じゃあ今日はどうしようかな。基本のヤギを作りますね。ヤギさん、ヤギさんは基本ですからね。基本これね、ヤギね、簡単です。ヤギが一番覚えやすいっていうか簡単ですね。ヤギを覚えたらもう大体もいけます。ヤギの場合はですね、これね、こう、これで一番多分楽なやつですね。こんな感じですね。ヤギ、今これは感じです。で、分かりにくいはこう折ってもいいですよ、折っても割らなくても、で、ここを半分に切ります。半分ですよ、切っちゃダメです。ここも半分に切ります。切りすぎたんですよ、これでね、ヤギはおしまいなんです。ここを、合わせます。これ、ね、合わせにくい時とかあるんですよ、たまに合わせにくいと。これ合わせにくいときですね、ピンセット使うといいです。ピンセット使うとうまくいかないね、こんな感じでね。よし、ピンセット使うとやりやすいです。そしたら足はもうなんで太いかというと、こう縦に折るために太くしてあるので、まあこうすれば細くなります。前足もそうです。これがこうです。はい。それで、ヤギはね、草をね、パクパク食べるんで、こんな感じです。こんな感じですね。ヤギさんね、ヤギさん。ヤギさん。めえ。今日はそれではちょっと。面白いものを作っていきますね。まあ面白いっていうのはゾウさんです。ゾウさんなので鼻は長いですね。結構長いですよ。このぐらいまで。髪の半分ぐらいですね。それから牙。切ります。牙ができたら今度はこうして、耳ですね。耳、耳をこういう風に切ります。紙のスペースがあるので逃がさなきゃなんないですよね。このスペース取れるようにして、それで体を作ります。まあゾウさんのね、足は太いです。お腹もあります。
塩、うん、こんな感じですかね、調査の中でね。で、失敗ちょっと短いんでね、こんな感じでいいですかね。これでこんな感じですね、ゾウさんの切り方はこんな感じです。よし、そうしたらですね、まあ例によってもうね、お分かりの方はいいんでしょうか、少しねこれお腹丸めるのもいいですよ、うん、それでここに半分、切りすぎないようにね、切っちゃってもまあ修正は効くでしょうし、あれですけど背の手で止めてくれる、切っちゃったらね、うん、よし、うん、これでゾウさんの尻尾はこんなんかな、ね、短い可愛い尻尾、可愛い尻尾ですね。よし、そうしたらここはこうで、ここはですね、で牙ですけど、あ、顔ね、顔はね、そうそうね、ちょっと牙はこうやってこうですね、あ、わかります、こんな感じです、うん、あの一回内側に折って、でここを折ります、ここ折りますよ、ここね、ここね、ここ折ります。そうすると牙にみたいなやつでしょ。耳はですね、耳もこうやって折るんですけど、ちょっとねこれ調整するんだ、でこれ裏返します、裏返して、こう折りますね、じゃん、でこれをここ分かります、この辺この辺こんな感じに折ります、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 ちょっと待ってくださいね、折ります、折ります、折ります。折ります。もうね、これ、ね、細かく折れば折るほどいいかもしれないですけど、まあ大体ですね、こんな感じ。それで、これは縦にこう。ここも。ここも折ってみました。それで、ここをまず、ね、差し込んで、まあ、足はちょっと操作なんであんまり細くしないので、こういう感じにいたします。前足もちょっと丸めた方がいいんだよね、本当は丸めた方がいいんだけど、こんな感じします。で、顔を折ります、まあここですね、ここのようにして折り曲げます、パオンってね、パオンってね、ここの頭のてっぺんをどれかね、こう折ります、はい、そうするとゾウさんらしくなってきたでしょ。そしたら耳なんです、耳をね、これ耳の角度とか頭の角度調整できますんで、自分で調整して好きな角度で、耳はこんだけ余力があるのでこんな感じでいいです、こんな感じ、こうでもいいですよ、後ろに耳はこういう感じで、もうこういう感じで落ちます、こうね、
そう、こういう感じでしょ、ゾウさんっぽくなります。で、鼻はね、このね、ひだに合わせてですね、こうちょっと回して、曲げて伸ばす。曲げて伸ばすと、パオン、パオンとね。そうすると、ほら、ゾウさんっぽくなってきた。ゾウさんっぽくなってきたかな。うん、ゾウさんですね、ゾウさん。短いのよ、ゾウさんだよ、ゾウさんです、アフリカのゾウさん、インドにもいます。